はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学の数三ドモアブルの定理丸一をお送りします。で、ドモアブル、まあね、タイトルついてますが、それのポイントが入ってて問題2問、全部で3問ありますので、まずね、ここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらった後に厳しいのがあれば、今からね、自分が全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では、ドモアブル、変な名前ついてますけど、すごくね、簡単です、これに関しては。で、まあ、整数 n に対して、この状態ね、まあ、極形式のさ、中の状態、それに n 乗がついてるんですよ。で、その時、どうなりますかっていうだけで、これは、まあ、コサインありますよね。n がね、シータのとこにくっつくだけなんです。だから、コサイン n シータ、プラス、i サイン n シータってこう変わりますよ、以上っていうね、これだけなんです、ドモアブル。そうだから覚えやすいですね。で、今から下の問題をやっていくんですが、ただ一個だけ以前勉強している極形式、それだけのね、その作り方だけは確認してください。で、今この時点で極形式ってどうやってやるんだっけって思う方は、自分も動画撮ってありますので、そこでチェックして極形式をマスターしてからもう一回続きやるといいと思います。じゃあ2番もやっていきましょう。で、普通にね、こうカッコ2分のルート3プラス2分の 1i の12乗なんて絶対やりたくないじゃん、12回計算するなんて。だからこの状態に持ってきます。もうここがでかいからね、しかもね、普通に2乗とかだったらまだいいですけど、ただし、ドモアブルに関しては、そのコサインサインにしておかなきゃいけないので、極形式に変えます。この中をね。で、まず極形式に変えたいので、こいつとこいつ、まあ、2乗すると、これ4分の3なんですよ。これ4分の1。足すと1なんで、2乗しても1だから、本当 R の部分、数字無理やり書くんだったらね、こう1括弧ってなりますけど、まあこれは無視でいいです。1はね、消えない。で、あと、まあ、2分のを取れば、ルート3対1ですよね。ルート3対1。ここの部分なんで、ここは30度。30度を π に直すと、180分の30。まあ、いつもやってますけどね。こうです。直し方はね。だから6分の π っていうのは変革がすぐわかりますので、よいしょよいしょ。6分の π 使って、コサイン6分の π プラス、i サイン6分の π。これが今、極形式直したやつ。それの12乗です。で、こうなれば、もうこれですよね、状態が。だから、ドモアブル使うことができるので、コサイン6分の π かける12です。まあ、ちゃんと書いてもいいんですけど、暗算できな、できるので、2π プラス、i、サイン、こっちも同じですね。配れば 2π となります。で、2π ってのは360度ですね。つまり、単位円書いた時のこの部分です。まあ、0度と同じとこですね。で、ここはコサインが1です。1。で、サインは y 座標なんで0なんでなくなります。こっちないんだからね。つまり、答え、1だけが残るので、1ですよっていう。これで終了になります。で、あとは同様にやっていきます。で、2番ですね。まず、中が1プラス i です。ここを極形式に直していきます。で、こっちはね、これと違って、1は2乗するとね、1と1が出てくるから2なんですよ。つまり、r の部分にルート2が出てきます。で、ルート2、こいつも6乗します。ドモアブル使うと。いいかな。つまり、まあ、もういきなり書いちゃおうか。こんな感じで6乗してください。で、後ろ。1対1だね。1対1なんで45度です。直すと変革がね。45度。で、それを180分の2変えれば4分の π です。つまり、コサイン4分の π プラス、i サイン4分の π。で、こっちも6乗って。こうなります。r があるときは、それもその指数というか、まあ、6乗つけてください。必ずね。で、まあ、ルート2を6回かけるんで、普通に地道にやっても構わないんですけど、まあ、どうしようかな。ルート2って、こっちに、もうしようか。ルートって2分の1乗なんですよ。
つまりこういう状態なのね。で、指数ってここ掛け算することができるので、結局2の3乗なんだよね、これ。2の3乗。つまり、これ8です、ここの数字はね。で、後ろやっていくと、コサイン、まあ、4分の6になりますよね。つまり2分の 3π。プラス、i サイン、2分の 3π と。ドーマワル使うとね、こうなります。で、2分の 3π は、ここです。270度のとこだね。2分の 3π っていうのは。まあ、2分の 1π が90度なんで、それ3つ分で270になるんですけど、ここは x 座標、つまりコサインはないんで、こっち消えます。0なんでね。よいしょ。で、サインは y 座標マイナス1なんで、ここに残る。マイナス1が。つまり、こいつマイナス1なんで、マイナス i になります。で、8を最後掛け算する必要があるので、答えはマイナス 8i と。なって、これで終了となります。いいかな？こんな感じで、ぜひね、ドモアブル使ってみてください。では、今回は、高校数学の数三、ドモアブルの定理、丸一をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、これ、まあ、見てね、今簡単って思う方多いと思うんですけど、結構よく出てくるとこではあるので、次回、問題演習ね、今回2問しかまだやってないので、4問ぐらい多分入ると思うんですけど、問題演習の動画1個やりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。